プラビットだぜとアリストとタイガです。普段メジャーデビューもしてるバンドマンですが、今回はタイガからの挑戦状でございます。メジャーアーティストならドラムの音だけで曲わかるんじゃないかクイズ。わからないんです。いやでもわかるって。違う違う、そのアーティスト好きかどうかじゃもう。いや今回持ってきたの、まあ5曲持ってきたんですけど、はいはいはい、もう超有名、普通に生きててればもうみんな知ってる。あ、じゃあ俺らもうわかるね。絶対わかる。で結構ね、ドラム多分ね一発の音でも描けると思う。多分その一発しか聞かせてもらえない。いや、ないわけでます。1曲に対してこの尺でわかったら何点みたいな。あー、ね、はい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 、多分ねいけると思うよ。まあ言うても僕はね、そう、あの、はい、作曲家として、はい、一番どの楽器が好きかって言われたら自分のギターよりもドラム好きなんで、うん、だからそうなんだ、結構自信ある。俺普段 TS しか聴かないからさ、打ち込みばっかやな。え、 TS 入ってないよね。 TS 入ってないけど、そのなんつうんだろう、ゴリゴリのバンドってわけじゃない今回も。今回も今回も見てやった。一人で一人でやられました。個人的にやったら。ではということで早速タイガのドラムクイズやっていきたいと思います。はい、第1回ドラムイントロクイズということで、司会を務めさせていただきます、はい、タイガちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。ではね、やっていきたいと思いますので、あの1個忠告あるんですけど、はい、あの言うて俺さっき耳コピしたんですよ、うん、なんで完全一致ではないです。あ、雰囲気わかる。雰囲気ででもだいぶ一緒。あ、はいはいはい、そう、完コピではない、ね、完コピではない、はい、でちょっと至らない点もあるけど、はいはい、けど全体わかると思う。まあ任せてくださいよ。言うてもタイガーとねバンドを始めて長いですから、はいはい、タイガーの考えることなんでわかりますよ。では早速1問目お願いしたいと思います。難易度は、難易度はじゃあこの曲はじゃあそのなんつうんだろう、3パターン用意してる。じゃあマックスからいきましょうか。まずね、簡単な曲のマックス難易度から。そう、簡単な曲のマックス難易度、はいはいはい、だからこの時点で分かったらっていう。了解です。では難易度マックス、簡単な曲です、どうぞ。じゃあ本当にワンフレーズね、はい、頭の、うん、この時点で分かったら結構すごい。もう一回やってもいい？もう一回お願いします。もう一回お願いします。分かったっていうか、これ多分違うんだけど、一回そのフレーズだって思っちゃったらもうそれにしよう。ああそうだね、そっか。あ、分かった。え、これ出してくるっていうのある？俺からいいですか？うん、水戸黄門。正解。嘘でしょ？正解？正解です。正解？嘘でしょ？正解です。お前なんて思った？三木道山の Life is Respect。 いやいやいや、それはない。一生一緒にいてくれよ。俺もだから水戸黄門なんか出さんと思ったけど。本当？嘘です、違います。いや、抜かれるか。ミキドーさんは、ミキドーさん一番ちげえよ。全然わかんない。なんで千鳥の大悟出てくるの？違うよ、聞けばわかるけど同じなの。ドゥグドゥ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 ン、ドゥッチャッドゥッチャッとなるから。ドゥグドゥ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 ンじゃないやん。ドゥンドゥ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 ンやってる。そう、だからそんな感じかなと思って。完璧じゃないって言ったら。え、これ何？ショートさん今ボケてるじゃん、うん、ちょっとわかんない、このドッタ。いや、わかんないわかんない、まだわかんない。俺はマジでもう水戸黄門10超えてない。ボケてない俺は。じゃあでもこっから次いきますよ。じゃあ中級ね。そう、はいはい、こっから結構フレーズ足します。いや、これわかると思うけどな、次で。お願いします。いや、自分は分かってるから分かんない。あ、そっか。そう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 。あ、じゃあ分かんないのか。いや、もうみんな知ってる、これ。みんな大好き。ドラムのそのレベルも関係あるんだよね。今抑えてるのは、本当にそのぐらいのボリューム感。いや、本当にこのぐらいのボリューム感かも。分かんない。嘘？これ初級ですよ。いや、むずいって。じゃあドラムだけじゃやっぱ分かんない。企画終わってるやん。じゃあもう終わりやん。こっから、その、A メロまでいくわ、じゃあ。あ、初級だ。うん、すいません、お願いします。じゃあ行きます。うん、まだわからない。マジでわかんない。マジでわかんない。え、じゃあもう俺口でやるよ。でーでで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 す。いやいやいや、ポニーキャニオンですよ。いや、ポニーキャンよこれ。ヒゲダンか。ヒゲダンのクライベイビーですよ。あ、でもここ言われたらわかんのよ。だからじゃあこれ、だからこれね、うん、罠だよ。今のフレーズって、うん、普通の人ってドラムを覚えてない。いや、絶対そう。でーっていうがメインだから。で、裏でめっちゃドラムから、ドラムだからそのドラムを覚えてるだけなんだ。俺そこもマーチンでしか聞こえないもん。そういうことか。これ結構むずいぞ。いや、むずいし、だって俺ら幾千幾億の曲の中から1曲選ぶわけやから、うん、無理や。え、あと1個俺不安だから聞かせて。え、この企画おもろいこれ。いや、でもおもろい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 。オッケーオッケー。ドラマーになりきろ。そう、え、これクライベイビーって分かる？言われたら。いや、言われたらめちゃめちゃ分かる。あ、じゃあ次もっと簡単なのいくわ。はい、あのテンポ感も含めて次絶対分かる。オッケー。曲の難易度は一番簡単で、フレーズの難易度マックスでお願いします。そう、ほんとワンフレーズだけ。はい、いきます。え？あ、でもそういうこと？で、お前はそういう顔する癖あるから、お前そういうこととか言うの。俺答えを言え。俺から先言う、うん、シムの、そう、せーの、キリングミー。ああ、
まあ合ってるは合ってるな。まあ同じなんだもんね。同じだから。だから違う曲なんだよ。てててててって言ったらもう全然いやでも聞こえなくなるから。でちなみにこの次が、うん、頭からやるよ。うん、はい。アーティスト名よ。せーの、アド。おお。の。うっせーわ。おお。嬉しい。嬉しい。だからこれ正解は。これはわかる。これはいけたわ。あ、やっぱアド簡単だわ。これ気持ちいい。あとこれテンポ感もあるよね。わかりやすい。うん。オッケーオッケーオッケー。あ、うまくはまりました。いや、これシム来てさ、ポリキュア縛り一緒やろ、確かに、確かに。いや、そんな。確かに、確かに。いやー、気持ちいい。なるほど、なるほど。わかる、わかる。え、確認していい？え、これおもろい、これ。おもろい、おもろい。オッケーオッケーオッケー。次じゃちょっと難しいかも。あ、いいよ。ちょっと慣れた気がするね。じゃあ次の曲の難易度はどのぐらいですか、曲の。あのね、これ多分ドラムのイメージ全くないから。けどめっちゃ有名なのよ、この曲。じゃあ曲イメージは上級で。上級で。フレーズも上級まずもらうから。けど、うん、曲の年代だけ聞こうよ。最近なのか。ここ2、3年なのか。今出した曲全部ここ最近でしょ。うん、だから、うん、次もそうだね。いや、ここ。タイガのこと読めよ。こいつ流行ってる曲しか聞かない。確かに、お前ザ・ミーハーやもん。ザ・ミーハーだもん。好きなアーティストだよ。夜遊びです。夜遊び一番好きなの。女子大生じゃあここ2年だよ全部。了解了解。じゃあ行きます。本当のワンフレーズだけね。OK。ちなみにドラムの音っすか。ドラムの音。本家の曲。本家の曲もドラム。じゃあ違うな。なると思った。バター。ああ。ドン。バン。ドン。ああはいはい。ああなるほどね。バッタ。テンポそんな速くないわ。じゃあこっからもうちょい行くわ。わかんないでしょこれ。わかんない。中級行っちゃうよじゃあ。うん。なのでイントロの中盤です。中盤？イントロの半分ぐらい今の。そんな言ったんだ今。うん。いやこれ絶対は知ってるよ曲は。ただドラムのイメージがない。けどがっつりドラム鳴ってる。ドラマいない、ドラマいない。超流行ってますこの曲。いやわかんない。もうちょいじゃあ。じゃあもう行っちゃうよ。もうちょい A メロまで行っちゃいますよ、はい、じゃあ行きます。聞いたことあったもん今。ターンターンってなってから A メロ入ってんだ。あ、これ難易度マックスかも、もしかしたら。アーティスト名だけある。うん。キングヌ。いや違うな。なんかちょっと白日ではないけど、なんかやりそうな感じかな。いやキングヌやるならもっと髪の毛ツンツンにするから。いやそこがやるとき俺ギャッツビーで全部使うから。全部ギャッツビー。じゃあ最大のヒント。ドゥルッド。はい。あ、ちょっと待って。ちょっと分かんない今。あ、じゃあ答え言っちゃうこれ。待って、もうちょっとヒント。女性アーティストか男性アーティスト。いや男性です。男性なんだ。トゥー、いや分かんない、もっと分かんないけど。頭トゥルーある。トゥルードゥッタンドゥッドゥッタン。分かった。嘘。ダイスのシトラスだ。いや正解ですよ。いやライブ見てますから俺ら。いや言われたらわかる。分かるっしょ。うん。じゃあそれを踏まえてもう一回聞いて。うん。ドゥー。場所とか、なるほどね、最後の決めのクラッシュとか確かに。でもこれだ、ギタリストは無理だよ。ギターのリフが頭に流れちゃってるから、うんうんうん、このドラム聞こえてないんだよね。そうだ、むずいけどおもろいよ。俺は当てれたからね。そう、当てれた。あ、そっかそっか。そうだよ。そう、まだまだあと2問あります。次行きましょう、お願いします。じゃ次の曲のワンフレーズだけ、はい、いやこれ分かる人絶対いると思う、下手したら。行きます。はい、分かった。いやこれ分かるよ。え、これ最新曲、今ランキング1位です。チャートその辺ね。誰？エメの残響参加。ああ、そう。わかるよ。すごい。でもあのいや音色も似せていますね。今めっちゃ同じだったよね。なるほど。ああ、なるほどね。叩く位置を今わざと変えてくれてたから。はいはいはい、はい。タイガの普段の本気のショットそこじゃないもん。うん、細めにしたちょっと今。ほら。わ、これすごいわ。いや、すごいわ。え、お前負けたよ。ベースおるか。おる。おる。ライブできへんよ。いや、これ負けた方ドラム一発つけたからこれ。いや、俺は売られるからマジで。心折れちゃう。ならベースおって。いや、次がラストなんですけど、はいはいはい、一番むずいかも。じゃあいいよ。これ答えれた方が勝ちでいいよ。はい。
この理不尽にテレビが考えたルールやろ。わかりました。じゃあ最後のレベル鬼お願いします。そんだけ？そんだけ。もう A メロいっちゃいます。だからこうだね。このフレーズの前にふわふわな音入ってます。え？あんた分かったかも。ふわふわな音入ってるで俺分かった。多分イントロメロディーあってそれで始まるんでしょ。イントロのだからフレーズがあるってことなんか、うん、印象的な。チャレンジしてみる、はるちゃん。俺に今言ってみる。もう一回聞いていい？あ、じゃあ俺尺もコピーしよう。尺もコピーして。じゃあ今から始まったみたいな。いくよ、うん、せーのって言って始めて。はい、せーの。分かった。これ分かるよね。いやこれね、いいもん。俺我ながらいい問題だと思う。いやいい問題だよ。これすごい。これ間が大事ね。間が大事じゃん。俺今完璧だったよね。完璧だった。俺もドンピシャだ。分かりました。いい、俺勝っちゃうから。じゃあ春があれ歌ってあげれば、そのふわふわのところ。あ、いいよ。全然分からん。じゃあ春歌、これで分かんなかったらもう分かんない。うん、いきます。トゥルルルー。じゃあ、ハル合ってます。合ってるよね。正解です。まだ分かりました。何それ何それ。分かりましたよね、みんな。一人分かってる、スタッフさんも。分かってないよ。ハル合ってる。まあまあ、キーは多分違うけど、うん、確かにちょっとなんかハルのあれが若干違うと思う。テレレレレ。いや、もう焦る焦る焦る。テレレレ。じゃあ、その後も言ってあげようか、俺じゃあ、うん、テレレレレ。答えやん。わかりました。合ってるかな。多分そうだけど。はい。猫。正解です。うわあ。いやだから、この有名な曲も、うん、みんなドラムフォーカスできてないのよ。だからなるほどね。要するに。そういうことか。今日はそれを伝えに来たドラム王国の王子なんだ。そう、ドラム王国の王子。なるほどね。そうそうそう。王様ランキングもっとフォーカスしてほしいんだ。もっとフォーカスすると、はい、楽しみ方が増えるってことだよね、うん、そこを聞くとってこと、ね、今日ちょっとだから寄り添えた気がする。そう、以上。以上です。じゃあ僕が優勝で。ふわふわなんでだよ。認めろよ。ふわふわな音っていう。いやでもそれで俺気づいた。そうそうそう。まあまあまあ、罰ゲームとしてですね、はい、次回僕からギターイントロクイズ。いやだよ。出しますね。じゃあいけるかな。いきますよ、それ。あ、まあそれなら割と、ね、ギターイントロはいけんじゃん。確かに。だってそうだから、今だからドラマーから俺らに対するいかにドラムを聴いてないかっていう問題をね、出されたわけじゃないですか。はいはいはい、はい、次はギタリストから、お前らいかにギター聴けてないか。了解です。っていうのをやっぱ示して。わかりました。シトラスのイントロも歌えてなかったんで。ああ、なるほど、ね、いやそうだよ。全然違う、全然違うもん。だからギターが聞こえてる世界がどんなものか、はいはいはい、次感じてもらいたいんで、じゃあ罰ゲームとして、あの宿題で、はい、今度ギターイントロ持ってきます。あ、お願いします、はい、お願いします。次やらせてもらいます、はい、でその次俺の鼻歌イントロやる。鼻歌分かるやろ、鼻歌。もうメロディーやないということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。では次回のイントロクイズでお会いしましょう。さよなら。疲れちゃったよ優等生、思ってる言葉も言えなくて、誰のために生まれてきたの、はみ出せば劣等生、叫んだこれは私の人生。なくなって、思念涙こぼれ。